どうも、桜井徹です。サイコブレイク2、続きをプレイしていきたいと思います。前回まではサイクスの、サブクエストをクリアしました。サイクスは飛んでいきました。じゃあね！というわけで、本編を進めていきたいと思います。まあ、武器の強化も終わりまして、まあ、進んでいこうね。よいしょ。後ろにいるのが、ゆきこさん。いた。じゃあ行くか、ゆきこさん。あれ？コーヒーがめっちゃあるじゃない？コーヒー飲めんのかな、これ。え？そっちじゃないんだけど。まあ、うん。はい。あ、コーヒー飲めないのね、これ。はーい。あ、じゃあちょっと待って。ゆきこさん、ちょっと待って。俺、自販機殴ってくる。うえ、出て。ヒューズ。ヒューズガン出ないこっちガン出た何頭なんでガン頭しか出なかった、なんだかな。いや、お待たせしました。行きましょう。準備はいい？オッケーよ。大丈夫だ。行こう。オッケー。先に行って。私が装置を運んで操作するわ。炎からは守ってくれるだろうけど、化け物は止められない。わかった。心配するな。俺が何とかする。やってみましょう。おお、すごい効いてるやん、装置。うまくいった。円から出ないように気をつけて。オッケー。行きましょう。てかもうこんな炎の中さ、炎が邪魔で何も生きられないでしょ、モンスターもさ。化け物に気をつけて。ついてきて。化け物生きてられんの？化け物見えないね。あ、いた。よく生きてるな、こんな炎の中。真っ赤っかやね。あれかね、あの源田さんに来るぞ。気をつけろ、ユキコ。どこ？後ろ？あなたの仕事。そりゃいい。あちこちから来るぞ。あ、いた。危ない。また後ろか。オッケー、脳汁ゲット。まだ左か。どこだ。オッケー。こういう時ヘッドホン有用よね。あとどれぐらいだ。入ってみるとより長く感じるわね。近づけたくないんだ。いい傾向だ。俺たちを恐れている。あ、ハンドガンの弾もらえるんだ、ユキコさんから。ありがてえ。全然前が見えないね。もう大変だわ。止まるな。あと少しだ。待って、安全装置がおかしい。え、ここに来て。今やってる。うっすら見えるね。ん？いた。オッケー。他は？ユキコ直してよ。オッケー。ギリギリだったな。試作品だって言ったでしょ。さて。お、なんかあるね。いろいろあるな、途中道中にね。あ、いた。あ、フリーズボルトだ。あ、もしかしてこの敵そろそろ崩壊してきた。フリーズボルトがすごい効いたりするのかな。罪を償うチャンスなの。そしてステムに入れた人々への償いだから後悔はしてない。フリーズボルトどれ？
これかな。オッケー。もうオートエイムをしてるとめっちゃ強いね、ハンドガンが。オッケー。いやー、このし、このステージ大変やな。てか城まで遠くない？大丈夫？ユキコ、どうした？また故障した。またかいな。もう頼むわ。さっきより暑くなってきたぞ。オッケー。後ろか。さあ、もう嫌ですよ、この見えにくいの。できた。先に行け。さあ。あらあらあら、もうすぐだ。あ、ユキコさん。すまないユキコ、やつは必ず倒す約束だ。生存者ガンガン死んでくな。結局俺だけになってしまった。ほんまやで。俺は諦めない。ああ、せやな。やけど一人は心細いな。ね、隊員たちがいてくれたからちょっと心の支えみたいな部分あったけど。セオドアさんはどこ、あ、なんかあるぞ。ハーブ、ハーブなんか、なんか使ってたっけ。ああ、回復剤作るのに使うのかな。ああ、なんかセオ、帰ってきたのですね、セバスチャン・カスティアです。ああ、だが前とは違う。逃げられると思うな。どこに行けばいいんだろう。とりあえずなんか思うがままに進んでんだけど、いいのかな。おお、あなたは決してたどり着けず、リリーを救えなかったあの人と同じだ。やめろ、もう耳は貸さん。ずいぶんセバスチャンかっこよろしいですけど、本当に克服したんかな。よいしょ。あ？死など無駄です。命乞いにすることもない。リサイクルに排除されるのです。え、倒せるんでしょ。じゃあいいじゃん。オッケー。
ガンガン行こう。これでこの子らが無敵ですとかだったら私はパニックになるけど、無敵じゃないんでしょ。なんとかなるよ。これなんだ。はい、あーギアか。どうすればいいのかしら。ここの扉を開けたいけど閉まってるから、なんか操作して開くようにしなきゃいけないっていうことですかね。こっちかない。 OK。 おうね、あ、弾なくなった。あら、念のため。マシンガン強いんだか弱いんだか分かんないね。ハンドガンの方が強かったのかな、もしかして。よいしょ。あ、これでいいんだ。よっこらーしょ。あら、湧くのね。ちょっと待って、回復入れとこう。こっちってなんかあるのかな。ん？特にないか。あー、はいはい、これ使ってみっか。あ、凍りついた。あ、で倒せるということね。オッケー。なんかもう終盤って感じがするね、非常に。組織を乗っ取るのに手を貸すと思うか。見かけ以上に狂ってるんだ。これは味方じゃないのかな。あ、連打ですか。はい、よいしょ、もう一丁。 OK。 ん？こっちか。あ、ちょっと待って、アイテムだけ取らして。こっち上は行かなくていいの。撃ったらいいのかな、あれ。ちゃうね。え、何、もしかして後ろ島飛んで火にいるなんとやらですな。おお、止まった。敵がいないことを祈ろうか。あ、いるやん。仮面つけてたね。せっかくサイクスにもらったショットガンを使おう。これ強制的に2連射だからすげえ弾丸もったいない気がするの俺だけかな。強い、強いの？強いの？扱いずれー、このショットガン。あ、サイクスとんでもないもんよこしたな。あら、入ってきた。オッケー。
おおおお、なんか大変。はあ、なんかお祭り騒ぎな感じがする。ああ、私、この子いるの？どうしよう。なんとかなるかな。やったぜ。ここパッ、あちゃ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 、もう。よいしょ。よいしょ。ショットガンの弾ゲット。いやほんとショットガン切り替えるか、何が強いんだかちょっと分かってないんだよな。こっちだな。よいしょ。あ、やばい、マシンガンもあと25しかない。これじゃないって。これ外した痛い。もう待て待て待て、このショットガンほんとさ、いや分かった分かった、あ痛い。もうちゃんと私真面目にやらんか。やべ、あやばい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 。ちょっと待ってね、まず回復して、逃げるが勝ちよ、よいしょ。違う違う違う、もう大変なことになってる。あ痛い。違う違う、これあ痛い。これだ、これで大丈夫。よいしょ、あ痛い。よいしょ。死んだ。もう慌てすぎ。はい、ちょっと冷静になってやります。いやー、あかんかったな。何が敗因だ。とりあえずこの電気になってたのは驚いた。オッケー。そしてこのこれ、このショットガン私使いません。せっかくサイクスにもらったけど。はい、これでいいか、行ってみよう。あとハンドガンってやっぱ強いね、思った。起きる？ね、お、ワウって何？あ、ワウス。これ使っていこう、これね。早く、早く、早く。おいで。この、あの子走るからな。オッケー。よいしょ。よいしょ。オッケー。さて、まあまあやっていきたいのは山々なんですが、さっきのルートはちょっとねきついことにな気づいたので、これもリロードしといてですよ。よっこらしょ。人いっぱい来るかな。あそこだ。オッケー。で、あ、この奥にもあったんだね、この冷却ボンベみたいな。まあ敵がどんな風に出てくるかさえ分かればもう大丈夫ですわいな。お？動かないか。どこに行きゃいい？こっちか。オッケー。さっ
さっきここまで追い詰められたのか。よいしょ。ここは果たして本編と関係あるのかな。なんかなさそうな感じがするんだけど。貴重な弾丸をもりもり使ってる気がする。よいしょ。え？何今度は閉じ込められる？ほう。気持ち悪い。え？ああよかった。こんな気持ち悪いのいた？あいたわ。いやーこの敵いっぱい出てきたらやだな。気持ち悪いもん。よいしょ。また私は閉じ込められたのか。アイテムという罠にはまって。オッケー。いけるようになってるね。なんとなく本編の道な感じもする。もう一度歴史に正義の名を残すチャンスを与えます。逆らえば再び己の苦悩に囚われることになる。取引をするつもりはないと思うよ。ん？共鳴反応？こっちではないのか。もうちょっと進んでみるか。あ、鏡や。じゃあ最後の弾薬集めに行こうか。はい、クラフティング。結局私火炎放射作れてないな。まあいいか。よいしょ。90 OK。 マインボルトはいっぱいあっても良さげですね。フリーズボルト結構使えましたな。ハープンボルトもいっぱいある。メディカルもあるし OK。 ウェポンアップグレードできるかな。あーものすごい上げてたんだな。よいしょ。で弱点ショット時の大ダメージを与える確率。ギア不足。あ、ギア不足。そうですか。ショットガンは上げてません。この、なんと言いますか、これ上げてもどうしようもない感があるわな。連射力を上げてもね。あとこのフィルムをもらってたから黒猫さんにもらうために見ておこう。これはサイクスクリアした時にもらったやつかな。お、ん？どれ？ん？選べないんだけど、どういうこと？ん？固まった？ん？ん？どういうこと？動かないんだけど。これは何？動かないんだけど。いや、セバスがコーヒー飲んだ。これはあれか？バグったか？はあ？労働しなきゃいけない？ここから。マジこんなバグあんの？だってスタートボタン押せるんだぜ。それバグって言うの？まあ、バグだよね。あ、そう。じゃあ戻りますか。ロードゲームすりゃいいか。オートセーブ、燃える祭壇。これが一番早いか。
いや残念、まさかここに来てあんな進行不能なものが出てくるなんて。ね、あ、ここからですか、よかった。あの弾丸とか作ったところだ。はいはい、オッケー。じゃあもう一回見てみようか。また止まったらどうしよう。黒猫さん届けてください。ああ、あ、よかった、ちゃんと選べました。キッド、いるか。いるわ、あなたのためにね。ステムだが、失敗はこれで二度目だな。他人の頭に入る機会とはな。誰がこんなものを必要とする。他人の頭の中など知りたくもない。前回思い知った。ルビクの思惑は歪んだものだったけど、メビウスはその技術に可能性を見出した。人類を奴隷化できる可能性か。サイコパスの手に渡るよりマシよ。どうだろうな。まさか人類統一とやらに賛成してないだろうな。あなたがルビクを止めていなければどうなってたかわからない。ルビクにしろメビウスにしろ、こんな技術は誰の手にも渡るべきじゃない。手に負えない力だ。悪用されてもおかしくない。なるほどね。どうなんだろうね、この精神世界を自由に。あ、ありがとうございます、お猫様、グリーンジェルゲット。じゃあちょっと脳強化できるかな。いつかね、その夢の世界とかで自由に遊べるようになったら。また助けを求めているのね。はい、お願いします。まあいろんな技術とか応用できそうだけどね。空飛ぶ夢とか見てみたいよね。戦闘能力、あ、戦闘能力は別にいいか。体力上げとこう。体力めっちゃ上がってんな。スタミナそんな上げる。回復力は、これはどう。回復剤を自動使用し耐える。あ、いいやん。死なないっちゅうことね。パッドは、うん、なんかどれがいいかな。うん、よいしょ。ダッシュスニークキルができるにしとこうか。はっ、足りない。終わりました。そしたら行きますか。もう酔いだろし。あ、そうだ、じゃあ一回セーブをしてですよ。時間がちょっと早いですが、多分もうラスボス戦なんじゃないかな。なんとなくね、雰囲気そんな感じがするので、ここで一旦区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はあのなんだっけ、源田さんのやってるキャラクターと戦うことになるのでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。